あれあれってはっきり言えよ。おお、なんだなんだなんだ。スピーディーダブル。これじゃ入れない。どけどけ。何どうしたのみんな。やっぱりダメか。これが何？あの555ゴッドタワー？困ったわね。あー、諸君、聞こえるかね？今度は何？あ、そんなところにまで。何者だ？彼は、まさか。そろそろ諸君も私が何者なのか気になっている頃だろう。そんな君たちのために、とっておきのビデオを作っておいた。どうだ？私って親切だろ？このご時世にビデオって。では心してみるといい。VTR、スタート！何それ、妖宝株式会社、東宝みたいな。帰ってくる。ありそう。妖怪ワールドを裏から、めっちゃありそう。恐ろしい大妖怪。彼はそのあまりの強さからいつからかこう呼ばれるようになった。自分の紹介 VTR 作ったん、怖。妖怪ワールド裏社会の帝王、ゴッドファーザーと。555がまだついてない。あ、555ゴッドファーザーの帰還。天魔大王、妖怪ワールドの真の支配者、この私だ。そうだろう？へい、おっしゃる通りで。だが、555年前、悲劇は555やね。突然やってきた。天魔大王の名において判決を下す。罪人は妖怪ワールドから破門。でも妖怪ってさ、基本的になんか人間の迷惑になるようなことしかしてない気がするんやけど、どこからが犯罪？ね。これでジ・エンド。だがここから奇跡の大逆転が始まる。奇跡その1、 UFO と遭遇。何あれ、あんなのに閉じ込められとったん。奇跡その2、 UFO を強奪。この UFO、 ありがたくいただいていくぞ。ああ、宇宙人が。奇跡その3、 UFO ストーンの力でパワーアップ。この UFO ストーンって何？ UFO ストーンさえあれば、私の想像力、夢を形にする力を、妄想もんもんやん。夢を形に。あれは妄想やけん、夢とは違うんか。なあ、そうだろう。おっしゃる通り。妄想もんもんおるし。555年ぶりに彼が帰ってくる。帰ってくんなし。待っている妖怪ワールド。彼が帰ってくるって待ちわびたように言うけどさ、誰も待ってねえから。555うるさいな。手に入れたこの力で世界を新しく作り変えてやる。この555ゴッドファーザーがな。第10章、夢を追う者たち。その夢っていうのは555ゴッドファーザーも入っとんかな。驚いたな。まさかあの UFO にあんな大物が乗っていたとは。ねえ、何あれ、なんかしれっとおるんやけどさ、あの悪魔みたいなのは何？ゴゴゴゴッドファーザーってそんなにすごいやつなの？これがサキちゃん。へえ。あー、で横におるがスカイシャリマンよね。もちろんよ、やつは妖怪ワールドの長い歴史の中でもトップクラスの凶悪妖怪なんだから。ああ、当時のエンマ大王様でも奴を追放するには相当手を焼いたらしい。そんなにヤバい奴だったのにゃん。宇宙に追放されても戻ってくるなんてとんでもない化け物だに。なんかスカイシャリマンはさ、モチーフがよくわかるけど、サキちゃんは一体何をモチーフにしとんやろ。
いや、パッと見悪魔ってことはわかるよ。すごいよね、ビルとかニョキニョキ生やしちゃうし。ああ、想像力、夢を形にする力とか言っていたな。 UFO ストーンとかのおかげでパワーアップしたらしいが、あんな大きなビルまで建ってしまうとは恐ろしいやつだ。あ、スカイシャリマンのあの頭についてるやつってあれ天使の羽か。そう考えたら天使と悪魔なんやね。一体彼はこれから何をするつもりなんでしょうか。世界は新しく作り変えるとか言ってましたけど、やっぱ妖怪だけの世界みたいな。我々妖怪ヒーローも事前に奴の動きに気づき、あの UFO を追っていたんだが、目的については結局つかめなかった。でも危ないことを考えているのだけは間違いない。早く止めなきゃ。こうなったらもう方法は一つしかないな。ええ、あの UFO が作り出した超高層ビルに突入しちゃおう。どうやって、さっき全然入れなさそうやったよ。グッドの作戦だ。俺たちバスターズも協力するぜ。本気でありますか？こちらで掴んだ情報ですと、あのビルの周りには強力なバリアが張り巡らされているでありますよ。なるほど、バリアか。なになに、突破する方法が？それだったら私に任せてくれ。バリアを破壊するいいアイデアがある。さすがは天才スティーブ・ジョーズデビス。一体どうするだに？まずはヨップル社へ向かおう。社長のマークと少し話したいことがある。ヨップル社の社長室に行こう。あ、ヨーマシティではなく、もうその辺に見えとる妖怪マークはみんなちゃんと、お、いつも通りのメンツやね。あ、そうそう、そういえばさ、今日もまた私はちょっと KK ブラザーズさんたちとバトルをしようと思うのですが、お手伝いしますよ。へいへい、早くバトルしたいズラ。いつでも大歓迎ズラ。そっか、こっちに話しかけんといかんのやね。運動がてらバトルするズラ。バトルしますか。します。ヒッチハイクばかりで体がなまっちゃったズラ。このままじゃやばいズラ。バトルで鍛えるズラ。それじゃあ勝負だ。オラたち本気で行くズラよ。来い来い。さあ来い。KK ブラザーズが現れた。バトルスタート。いつまでその髪を掲げとん。あれ、ニューヨーマシティって呼ぶんやったんやね。なるほど。いい運動になったズラ。でもまだまだ足りない気がするズラ。もっと運動しなきゃ、なまった体は元に戻らないズラ。また暇な時にでもバトルに付き合ってほしいズラ。いつでも戦いますよ私は。さあ、それじゃあちょっと引きこもりのところへ。車とかって走りよんかな。おお、びっくりした。何をやってんの。まずはヨップル社へ向かおう。社長のマークと話がしたいんでね。なんかすごい吠えよるみたいな。ヨップル社か、またあそこに行けて嬉しいぜ。お、マックも楽しかったんやね。でもどうやってビルのバリアを破壊するんでしょうね。それよね、ジョーズさんの言ってたいいアイディアが何なのか気になる。ということで、私のリムジンでヨップル社に出発いたしますか。ヨップル社に行く。では参りましょう。お願いします。いいね、にゃ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 、かわいい。よし、ヨップル社の社長室へ。社長室はまっすぐ行けばいいんやったっけな。いやね、ゴーゴー。やっぱりこの道めっちゃ好きやわ。マーク、君に話があるんだが。君が言いたいことはもう分かっているよスティーブ。ニョキニョキ生えたあの巨大ビル、それに入る方法を相談しに来たんだろ。おお、生えたことまで知っとるやん。さすがだな、話が早くて助かるよ。さすがは天才同士。
大して言葉を交わさずともすぐに分かり合えちゃうだにね。え、別にあの場所におったわけじゃないやろ。なんで知っとんやろ。情報早いな。いよいよあれを使うときが来たみたいだね。何あれって。あれ、ああ、私もあれを使うしかないと思う。あれってなんだに。でもスティーブ、あれにはまだ一つ問題が。そうだった、思い出したよ。あれはまだあれな状態だったな。あれあれってはっきり言えよ。あれな状態とか言わんやろ。いや、だからあれって。ああ、あれを使うにはあれをもっとあれしないと。そんな会話聞いたことないけん。あれあれうるさいだに。さっさとあれが何か教えるだに。おーっとすまない、ついいつもの感じで話し込んでしまった。いつもこんな会話なん。よう通じるね。あれの正体、それは直接本人に会った方がいいかも。あ、会った方が早いかもね。どういうことだに。それじゃオーシャンフロアへ行こうか。オーシャンフロア。なになに。はっ、もしかしてワイシャーク。あいつがおったとこってオーシャンフロアじゃなかったっけ。違った。でもなんかそれっぽい気がするぞ。オーシャンフロア、オーシャン、ほらやっぱりそうやん。でしょでしょでしょ。いやー、また活躍してくれるのね。まさかあれが活躍する日が来ようとはな。またあれっていう。ここで一体何をするんでしょう。また釣りでもしろってんでしょうかね。でかいな、ワイシャーク。俺もここで大物を釣り上げてみてえな。あん時おらんかったっけ。よし、みんな集まったみたいだね。ここに来たということは、あれってまさか。なんか定期的にジョーズが吠えるんやけど。おお、来た。お、ご無沙汰やな。ワイシャーク、久しぶりにゃんね。まさかあれって、ワイシャークのことでビス。ああ、こいつのドリルならビルのバリアだって突き抜けるだろう。そんな簡単なもんな。うひゃー、マジっすか。もちろんやで、ワイのドリルめっちゃ硬いからな。すげえな、やろう。せやけど一つだけ問題あるんや。問題って。そのたった一つがあまりに大きい問題なんだ。何。水中じゃないと動けないとか。ワイ、地上では動かれへんねん。水中専用やから、やっぱり。マジか。まあ、メカとはいえ魚ですからね。そこは改良を。この水槽をビルの前まで運ぶかい。それでは時間がかかりすぎる。他に方法があればいいんだが。ロケット。ワイシャークが地上でも受けるように、ロケットエンジンをつけたらどうかな。簡単に言うが、ヨップル社にはロケット専用エンジニアなんていないぞ。確かにここにはいないかもしれない。でも私たちはロケットの詳しい博士を知ってるよね。マジか。まさかヒューリー博士だに。会いに行こう、もう一度。なるほど、当てがあるんだね。はい、すぐに日本に戻って私がその人を呼んできます。だったらそいつはアイナに任せるぜ。アイナさん、よろしく。ってことは、こっからまた別行動か。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。